末に入りましたけれど。なりましたね。早いですね。3分の1終わったってことですよ、うん、今年。早い。はい。なんか改めて4月の政治がどう動いていたのかとか、うん、で5月がどういうふうに動いていきそうなのかっていうのをそれぞれ4月と5月と分けて教えていただいてよろしいですか。うん、はい。まあ、政治の中ではやっぱり去年からの引き続き政治とお金の問題はずっとあったなとは、4月もね国会でもあったし、処分の話もあったしってとこですけども、まあ、その処分をいいか悪いか別として岸田さんとしては一旦それで決着をつけたということにしてアメリカ飛びましたよね。あの日米首脳の会談が行われたっていうところは、まあ、大きな動きだったんだろうと思います。これまでもそうですけども、やっぱり国際情勢社会情勢ともに非常に不安定だという中で、やっぱり日本とアメリカというのは強固なグローバルパートナーであるという、日米同盟のそのしっかりとした確認をまあするっていうことをまあしてきたわけですけれども、岸田さんにしてみれば防衛力強化してますっていう、国内で日本国内での防衛費をまあ上げて強化していますということをまあバイデンさんに伝えて、それをバイデンさんからは大きな支持をいただいたということが、まあ、その日米の首脳を顔を合わせたところで確認されたのかなと思います。岸田さんは言ったのはもちろんだけど、外交成果ということプラス自分自身のやっぱり評価、政権の支持率アップもそれは少なからず狙いはあったと思うんですが、今のところそれはあまり感じ上がってきてないなっていう、思っていたほど岸田さんが狙っていた行動ではないなっていうふうには思いますね。最低限のことをしっかりとやってきたというところだと思うんですが、岸田さんはプラスやっぱり安倍さんの時のように国賓待遇で招待されたっていうのはかなりご満悦だったんではないかなとまあ思いますよね。でもこれ見方によっては私アメリカの自信が失われた現れかなとも思うんですよ。まあ、さっき言われている中東が軍事衝突を起こしてしまっている現状とか、ロシアがウクライナに侵攻したとか、ここら辺のことがもうどんどん続いていて、まあ、バイデン政権においてなんかそこはやはりアメリカが国際的な指導力を失っている証左だと思うんですよね。指導力がない、まあ、世界の警察と言われたアメリカが力を失っているっていうことだと思うんですけど、やっぱりそこでなんとかアメリカとしてもプレゼンスを上げたいと、でそのプレゼンスを上げたいと思った時にどうするかって言ったら、やっぱりパートナーである日本っていうのは大事だなと、同盟国は大事だな、ちょっと自信を失っているアメリカにとっても必要な国内へのメッセージであり、これが逆に日本にとっても成果になったっていうか、世界各国に対してですね、アメリカと日本は強固な、しっかりとした絆を持って、まあ、外交を行っているし、そしてまた安全保障上も協力体制が整っているんだということを見せられたということは、まあ、中国だって簡単に手出しができないですよっていう意味も含めて、日本にとってのある意味成果はそこにもあるのかなと、アメリカと日本はしっかりと手を組んでいるっていうことが見せられたっていうのは良かったんじゃないかなとは思います。うん、岸田さんの最後の演説でアメリカと中国を言い間違えてたりするんですけど、岸田さんのこのスピーチとかってどのように評価されてますか。なんか、まあ、英語自体は私は比較的しっかりされてるって前から言われてたんですよ。結構外務大臣の時から岸田さんの英語は、まあ、非常に丁寧に伝えようとしている英語なので、それそつなく演説もできる人だっていうのは外務大臣の時からも言われてはいたのですが、まあ、今回かなり意識してユーモアを交えようとしたとか、周りがそれをかなりですね演出としてやったっていうのはあると思うんですけど、まあ、言い間違えっちゃ言い間違いですけど、致命的な言い間違いをしたのにはちょっとずっこけますよね。ずっこけるじゃない、そういう話でもないくらい、まあ、多分すごく中国のことが頭にあったから、バイデンさんのアメリカ側にとってもそうなんですけど、やっぱりでそれを意識しすぎちゃって思わず口に出たのかもしれないけど、
あろうことが同盟国って言ってるところがね、ただ中国って言ってればまだしもなんで、あれはちょっと引きつった、本人の顔もちょっと引きつってましたけど、驚きましたよね。あってはいけない言い間違いになってしまったとは思います。あと4月で気になったニュースというか、あ、まあ、ごめんなさい、その続きで言うと、麻生さんが またアメリカへ行きましたよね。こちらは今度トランプさんにっていうところで、トランプさん、11月5日のアメリカ大統領選挙っていうのは今年一番の、多分日本にとっても、世界にとっての一大イベントだと思うんですよ。で、ここからね、党大会で、共和党、民主党どちらがその公認候補になるのかっていうところ、まず大注目でしょうし、11月の、選挙結果出るまで非常に注目して、私も注目してるし、多分世界が注目すべきニュースだと思うんですよね。で、日本では最近なんか、もしトラ、もう一つ、もうほぼトラだったっけな、ほぼトランプかもみたいな、なんか日本はトランプほぼ決まりみたいな感じになってますけど、まだそこまでではない、ゴムゴムだという感じなんですよね。で、トランプさん、なんでこの日本がそういう報道をするかって、大体日本の情報源って外務省なんですけど、前回トランプさんが誕生する時ってした時って、日本は完全にトランプないって言い切ってたわけですよ。 100% ないくらいの、トランプなんて絶対ないよって言ったのに、蓋開けたらトランプ大統領誕生したと。で、あの時安倍さんがものすごく怒ったらしいんですよ。外務省何の役にもとか、情報収集できてじゃない、できてないんじゃないかって言って、だいぶお怒りだったということで、その後安倍さんは独自にトランプさんとの関係性を築くためにいろんなことをしたわけですよ。ゴルフやら何やらしたってことですけど、それはかなり、その決まった時に外務省への信頼が非常に損なわれるくらい、日本においてはトランプ絶対ないって言ってたので、今回は財務省もあるかもしれないっていう、確かになかったってなるよりは、匂わせておくのは大事だから、あるかもしれないっていうふうにしてたら、なんとなく逆にトランプ本当にまた再登板じゃないかっていうふうな今報道になっていると。でも本当にもしなったらどうなるかっていうたら、やっぱりその対峙するリーダー、日本のリーダーは誰なのっていうことですよね。今のところ岸田さんになるんでしょうけど、岸田さんはでもバイデンさんと会ってきたので、そのバランスもあって、どんな展開になってもいいような接点を持っておくってことは、私はとても政治的には意味があると思うので、なんか麻生さんが自分の存在感を示したくて言ったとかって一部のなんかコメンテーターの方とか言ってますけど、だとしてもいいと思うんですよね。だとしてもやっぱりいろんなパイプは作っておくべき、接点を持っておくべきってことで言ったのは、私は4月の終わりでしたね、あれね、行ってきてよかったんじゃないかなとは思いますが、本当にもしトランプになったらどうするのかと。トランプさんの前の政権を思い出すと、かなり同盟国を軽視したわけですよね。ウクライナのことに関したって、ウクライナに対しての支援を打ち切るようなこともすでに言ってるから、で、本当にそうなったら、今まで一緒にやってきたウクライナ支援をしてきた他の国、ヨーロッパとかのこの関係にも亀裂が入るかもしれないし、あるいはトランプさんっていうのは非常に自分のこと、保身というか、その目の前の外交成果ばかりをね、見て自分のことだけでやられると、これはこれで世界、また世界の国際秩序ってどうなってしまうのだろうかと、結構私は心配していますよね。チャンネル登録、高評価をお願いします。このチャンネルでは皆様からのご質問を受け付けております。金子恵に聞いてみたいことがありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。お待ちしております。